クロちゃんです。わわわわー。クロちゃんの AI ボイスがお届けする今日のまとめニュースだしん。ノリノリ音楽で体を動かして気軽に体力づくりやストレス解消を。通信カラオケ、ジョイサウンドを手掛けるエクシングが自宅で楽しめる映像コンテンツを昨日から無料公開している。新型コロナウイルスの影響で学校の休校や在宅勤務が広がる中、5月11日まで期間限定で公開する。次のニュースです。転換患者の発作を記録して治療につなげるため、大阪市の患者の家族団体がスマートフォン用アプリ、ナナカラを開発した。発作の時間や動画、治療に使う薬の種類を簡単に記録できる。アプリは無料で、iOS 版が公開され、Android 版も今日から利用できる。次のニュースです。東京五輪の聖火が昨日、ギリシャから日本に到着した。聖火を運ぶ特別輸送機が午前9時半過ぎ、航空自衛隊松島基地に着陸した。当初は午前11時過ぎの予定だったが、強風のため前倒しして着陸した。次のニュースです。岩手県沿岸を縦断する三陸鉄道リアス線が今日、全線で運行が再開された。昨年3月に東日本大震災から8年ぶりに全線開業したものの、昨年秋の台風19号で一部区間が不通に。復旧作業を経て、5ヶ月ぶりに全線163キロが1本のレールで結ばれた。次のニュースです。イギリスのエリザベス女王が19日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、危機対応にあたる科学者や医師らに感謝する声明を発表した。私と私の家族も務めを果たす準備はできているとし、外出の自粛など政府が呼びかけている感染抑止策に積極的に協力していく考えを示した。次のニュースです。アメリカ国務省は19日、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、世界全域を対象に4段階の警戒の最高レベルのレベル4を発令した。これに伴い、すべての海外渡航を中止するようアメリカ国民に勧告し、海外に滞在するアメリカ人も原則として、直ちに帰国の準備をするよう求めた。次のニュースです。新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、イギリスのジョンソン首相は19日、外出自粛などの呼びかけが徹底され、感染の検査を拡大すれば、12週間以内に鎮圧できる、との見通しを示した。ただ、感染拡大が深刻なロンドンでは、政府の呼びかけを守らない地域が、まだらに存在するとして、協力を求めた。次のニュースです。トヨタ自動車は昨日、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、北米の全工場の稼働停止期間を、これまで予定していた2日間から2週間に延長すると発表した。23日から4月3日までの期間に延ばし、4月6日から生産を再開する見込みだ。次のニュースです。新型コロナウイルスの感染が南米でも広がる中、ブラジルのボルソナーロ大統領の行動が市民らの批判を集めている。大統領側近や政権幹部が感染しているにもかかわらず、支持者の集会に参加し、感染予防についてヒステリーだ、などと軽視しているためだ。次のニュースです。兵庫県姫路市は昨日、姫路市内の精神科病院、神経病院に入院している患者で、いずれも60代の男女合わせて2人について、新型コロナウイルス感染が確認されたと発表した。神経病院での感染確認は、看護師2人、患者10人の合わせて12人となった。姫路市は院内感染の可能性が高いと見ている。クロちゃんの AI ボイスがお届けした、今日のまとめニュース、どうだった？最後まで聞いてくれてありがとう。